皆さん、こんばんは。アキボーことアキロです。今日はね、さっきまで飲んでたんやけど、もうちょっと2時間行こうかということで、また新しい店、今開拓中ということで、今梅田に行ってます。でね、今日はさ、たけちゃんが用意してくれた飲み会、これこのおっさん、これこんにちは、いつもお世話になっております。今日はいろいろとやらせていただきましたけども、みんな盛り上がっていただければ頑張るぞということで、ここどうかなと思うねん。わかるわ。エリアいいね。なかなかでもおしゃれそうな店や、おしゃれそうな店だな、お店に悪いんやけども、おしゃれな店ですわ。1階からね、3階まではお店があるんやんか。ということで、今3階を貸し切り状態です。ということで、今回はおしゃれに乾杯。ちなみにどれ？これ桜。あんまり甘くないです。どうぞ。うまい。こういうポップコーンええやん。ポップコーンね。これこんなやつ。こういうポップコーンええと思うやん。ご飯じゃめっちゃ変わってるよ。普通にスイスイあるやん。ポップコーンやね。そういうことで、ビール。ここのビールはね、カールスバーグらしいわ。カールスバーグ。これ、カールスバーグって久しぶりやねんけど、日本のビールとちょっと違うな。ちょっと軽いような感じやわ。これがね、ピクルスらしいわ。サングリアのサングリア行こうや、これ。デキャンタね。ピクルス。これ。サングリア。それが今。これ桜。ピクルス、ごっつい、スノモンっていう感じで、うまいね。すごい、ビールない。あ、ビール来た。そういうことで、ビール。これあれやろ、ピクルスちゃん。どうする、これ頼む、なんか。うまい。オムレツ来ました。あ、ニンニクの匂いする。匂いするやんな。ほら。あのバステロのマヨネーズ。なんかニンニクマヨネーズみたいな。で、今来たね、これ、なんや、卵焼き、やねんけど、これにね、これ、このマヨネーズみたいなのをつけるらしいね、これ、これをやね、こうつけるやんか、こうつけんねん、こうね、こういで、これ、こんな感じね、これで、ちょっといっときます。卵の、甘みはくんねんけど、なんかね、マヨネーズほどこう、なんていうか、酸っぱくないんやけど、ちょっとほんのり甘酸っぱいないう香りがきて、これはね、恋の味とちゃうか、何を言う通りやな、しょね。ということで、ビール。うまい。これパエリア来たで。これレモン絞ってる。これがね、パエリアとエビね、エビ。いただきます。もうお腹いっぱい。ちょっと食べた。エビの食感とパエリアっていうのかな。この焼き飯ほど脂っこくなく、おしゃれな、なんていうかな、さっぱりした味わいっていうかな、脂っこいね、パエリアやからね。でも魚介類とのマッチングが最後はね、これです、これビール。どうする？うまい。ということで、今日はイタリアンバルやったっけ？来て、スペインやった。スペインバルに来て、楽しんで飲んでみました。ということで、いつもながら、この視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでよかったら、Twitter と Facebook のシェアもお願いしますね。ということで、さようなら。